あなたの潜在的な強さを感じるね。まあ、トップにエイス・オブ・ワンズが高らかと来てるんだけど、あなたの純粋性、まあ、ひょっとすれば世間知らずとか、もしくは人を知らなかったっていうことかもしれないよね。そこにまあつけ込んでよく見てるよって。うん、虎視眈々と見ていたって。結構悪徳に溺れてる方かもしれないよね。あなたがさ、前所から引っ張ってきてる、あなたの遺伝子レベルまで組み込まれている天使性、善の要素、それをこの方は結構恐れてるのかな。それであなたを押さえつけて、あなたのその負の側面だよね、陰性のパワーを刺激して、そこで共振することであなたをコントロール したよっていうメッセージが来る。ただこの方も必死なんじゃないかな。ナイン・オブ・ワンズでもう手負いの状態だけど、いよいよあなたの中の力が、愛の力だね、これはね、うん、覚醒せんとしてるから、それをそうさせまいと働きかけてる。まあ、自分は浮気三昧なんじゃない、自分のやりたいように。でこの方のメッセージだけれども、あなたの中にある守護天使様の力、その存在をこの方は知ってるんだよね。でその存在に触れると、何か自分の弱さを見透かされてるように感じると。だからそれが怖くてね、結果この方の神経を逆なでして、あなたに意地悪してしまうよ、あなたを、攻撃してしまうよっていうね、メッセージが来る。やっぱりね、あなたの中にね、抑えきれない愛の力、善行に対する意識みたいなもの、それは前世からコツコツ積み立ててきて、とてもそれに執着してるし、今生における課題だよっていう意識がもうやっぱ抑えられなくなってるんじゃないかな。正義のパワー、今現時点ではね、この方の支配下にいるかもしれない。とてもだからね、守護天使様は心配してる。自分の中に秘められた可能性を信じなさいってね、メッセージが来るよ。だからあなたが天使ならば、この方は悪魔。もっと言えば、この方の存在が、まあ、あなたにとってはまあ迷惑千万な存在だと思うんだけど、この方の存在が眠っているあなたの天使性を覚醒させるんだよと。そうとまでメッセージが聞こえるよね。
まあ、後手後手に回った関係性の中でね、そんな意識で到底いられないかもしれないけど、高次元の存在からはそんなメッセージが来る。で、このお相手さんもね、気づいてるのよ。自分が今後呼び込む苦境、到達するであろう状況っていうの。だからあなたを覚醒させまいとして、攻撃する。あなたを無力化させるようなメッセージ、もしくは非言語的なメッセージを送って、あなたを支配下に置こうとするよと。だけども、あなたが前章からね、引っ張ってきてる大きな宿命が作用するから、この方は、その段階に入ると、この方は本当に悪魔って言っても、ちんけな悪魔になっちゃうだろうね。もうあなたの遺伝子レベルまでこう染みついてる、こう組み込まれている天使性、その善行の力がこの方を見透かしちゃうよって。意味のないものにしてしまう。とてもね、力強いメッセージが来る。今現時点でね、この方の存在に怯えてるとすれば、その恐怖に立ち向かいなさいと。そうすることで、自分の可能性、あなたの肉体レベルまで落とし込まれている、浸透している守護天使様の力を信じなさいと。正しい自分の価値というものを認識しなさいっていう、とても強いメッセージが来ます。このお相手さんからあなたがいよいよ旅立とうとしてることをお相手さんも気づいてます。だから戦々恐々としてる。自分がこれから陥っていく苦境を、感じてるんじゃないかな。とてもね、察しやすい人だとは思うよ。感受性の強い方。だけど、悪徳に、染まってる。悪の美意識に、のぼせてるっていうか、気取ってるのかな。本当に悪にはなりきれないような、ちんけな悪魔かもしれない。ピエロチックな悪魔かもしれない。だけど、そんなやつに虐げられてんだよ。だけど、そんなやつに安く見られて、こいつだったらアンダーコントロールできるなって、そんな風に値踏みされてんだよ。腹立つでしょ。あなたが前章からつないできてる課題を知り、その美徳の賛美と謙虚さを踏まえた陶酔の中に、今自分が陥っている苦悩の構造を見ると、その真髄をね、見抜くと、このお相手さんはね、もうあなたに取り付く島がない。あなたを苦しめたこの人物はね、力を失った悪徳と歪曲した愛の力、
性エネジーの悲しいピエロになる。あなたにはひょっとして強大なとても強いルシファーのように見えてたけど、本当にただのねピエロに見えるようになる。なんだこんな取るに足らない人に私は牛耳られてたのかしらって、私の魂、そしてさらには霊性まで、ね、封じられてたのかしらってね、拍子抜けするぐらいねちっちゃい人だよって。強い強いね高次元のねメッセージが降りてきます。そうだね、あなたの中のね善行の力っていうのを解放し、そしてしっかりとね根性において結実させなさいっていうメッセージが来ます。そうすることができるんだよって。で、あなたはねいっぱい苦しい思いをした分ね、同じように苦しい思いをしてる人の気持ちがわかるから、ヒーラーのようなね恩恵を、周りに振りまくことができる。そう聞こえるな。で、いよいよそうなってくるとね、このお相手さんはさ、長年被ったチンケな悪魔というペルソナを捨てる時だよね。不定の仮住まいとしてのアイデンティティを捨てるとき、そうすることで生前成仏っていうのかな、即身成仏とあれだけど、成人成仏できればね、この方本当にね一回ただの凡夫に戻る。できなければ、相変わらず次のね取り付く島を探すだろうね。悪徳にのぼせて悪魔を気取って第二のあなたを探す。ね、この不徳の魂をさ、もう成仏させてやったらいいかもしれないね。とことんとっちめて。で、あなたとねこのお相手さんとのねやっぱ出会いの意味っていうのは、あなたの中の天使性の覚醒のためにこのお相手さんの存在が必要だったっていうメッセージも聞こえる。これはちょっと認めづらいかもしれないけど、あなたがつけ込まれたその陰性の部分に潜むモンスターと本当に自分が向き合いたくない、自分が怖いと思うこととしっかり対峙することで、本当の自分、本当の自分の力っていうものを認識することができる。で、その力っていうのはね、本当に強いものだよって。高次元の人たちからね、降りてくるメッセージ、とてもね、高貴なものだよっていうメッセージが降りてくるから。なんかある意味この方とのね悪縁を克服したら、こう考えることできるかもしれないね。このチンケな悪魔さんはあなたを天使として覚醒させるための養分だったんだよって、あなたの血となり肉となり骨となる一つの試練だったんだよって、そう考えられるかもしれないよね。
まあ、まずあなたのパワーがものすごく強く出てるね。まあ、トップにデスが来てるけれども、とても因縁のようなものを感じるかな。ザ・タワーと、まあ、一番大きいトライアングルの、まあ、タイにはこのエイト・オブ・ワンズのこう突飛な力が働いたよ、もしくは働くよっていうメッセージもすごくきます。セブン・オブ・カップスの過去の、まあ、妄想、もしくは前章から引っ張ってきているストーリー、大きなストーリーを今章で決着させるっていうような、ものすごく強い想念を感じます。ひょっとすればこのお相手さんとは何らかの理由で過去世でね、結ばれんかったんじゃないかな。二人のその愛が結実することなく砕け散った。だからこの今生で出会って猛烈に互いが惹かれる。お相手さんを表すカードこの一枚にすごく感じるんだけど、もうなるようになれって感じだよ、運命のままに。お前と結ばれたんだったらもう俺は死んだっていいっていうぐらいの、エネルギー感じるね。結構だから取り憑かれたように愛し合ってるか、もしくは愛し合ったんじゃない。あなたの力がとても強く出てるから、ひょっとすれば前章から引っ張ってきたこのストーリーにあなたは満足して終わらせようとしている。で、次に向かおうとしている。転機が来ている。で、逆にこのお相手さんがお荷物になってるのかな。もう止まんなくなっちゃってんじゃない。まあカルマだけじゃなくて今世におけるいろんな影響もあるだろうしね。家庭環境とかさ、ね、親との関係、兄弟との関係、学校での出来事とかね、社会出てからもそうでしょ。あなたが終わらせたがってんのにお相手さんがちょっと突っ走っちゃってるかもしれないね。恋愛依存症とかさ、もしくはその恋自体の依存症になっちゃってるような、なんかそんな自堕落で自暴自棄なエネルギーを感じるね。最初はとても宿命的な出会いだと思ってたけど、あなたの中で違和感を感じ始めてる。あなたも前章での破滅的なイメージみたいなものにとらわれていて、この方の関係性を維持することにどうしても屈服してしまうよ。なんかそんなメッセージも聞こえてくるね。彼の評価をとても気にしてしまったり、まあね、この方を失うことをものすごく異常に恐れたりとか、ただね、もうこの方はね、もう俺はこのまま突き進む、もう欲望に溺れても構わないんだってなんかメッセージが聞こえてくる。もう屈強
境を苦境と思わないような、トラトラトラの行き過ぎた愛のセバスチャンみたいになっちゃったのかな。だけどあなたもすごいね、なんか強いパワー感じるね。この方との関係性に対するとても日韓的な強いパワーは感じる。うん。これはだけどどっちかな、微妙だけど、まあ、ブレイキングフリー、自由になれ、だけどなんかデビルだよね、こうデビルの絵柄で、コズミックウィズダム、宇宙の知恵とかさ、宇宙ルール、宇宙の法則、なんかお前たちのカルマに従えってなんか言ってるようにも聞こえるな。このお相手さんとあなた、このお相手さん、走るお相手さんにあなたも付き添って、付き添えってなんか言ってるようなね、そういう意味でのブレイキングフリーじゃないよね。もともとね、全量性の高かったお互いのカルマ、その何か突発的な力が働いてね、結ばれなかった愛を今世で成就させる、そういう要素が、その互いが充満、互いが互いのその心身に、ね、充満してる状態で出会ってると思うのよ。だからとても善良性が高いカルマだったんだけど、化学反応を起こしすぎちゃってね、もしくは悪魔にそそのかされてしまったのか、ちょっと魔道に落ちてしまってるんじゃない。彼が悪魔のリズムに共鳴しね、またそれに付き添うようにあなたもそのリズムに共鳴し、だからそうなってくるとね、前書で持ってたあなたたちのそのカルマの善良性っていうのがさ、魔道の肉壁にね、もう受肉してしまって、まあ、悪い意味での本当カルマ完結みたいになっちゃうのかな、突っ走っちゃって。うん、やっぱね、なんか、うん、高次元の存在がものすごい心配してる。うん、頭冷やせって、そうじゃないでしょうって。あなたはこのカードを持ってるからね、エイト・オブ・ワンズ、潮目、機運の転換期を逃さない、しっかりと掴んで逃さない。その隣でお相手さんはそのまま落ちていくかもしれない。うん、まあ守護霊様失敗してるな、そういう形じゃないでしょうって。まあ、うん、なんかもう本当強烈に引き合うんだろうね、そして強烈に壊し合う、宿業で言うと暗界の関係なのかな。彼はもうこの苦境をさ、苦境と感じてないんだよ。もう俺はそれでいいんだって、俺はこれが幸せなんだって、俺はこれでサティスファイドしたんだって、もうあまりにも物質的なんだよ、感覚が。もうこの地に落ちたのよ。
物質的存在としてこの地に、彼の霊性も物質のレベルに落ちていったんだよね。だから酒やギャンブルにも溺れちゃうかもしれないね、依存的になって。今世でこの地上の今ある社会の享楽的な快楽にふけて、うん、そのままなんかもううずもれてしまいたいんだっていうメッセージが来る。このやっぱりね、トライアングルもすごく強烈だもんね、エネルギーが。このなんかカルマ、前書から引っ張ってるストーリー、宿命のその呪縛みたいなもの、あなたがしっかり鎮座してるんだよね、真ん中に。だからこのみなぎるエネルギーをこの方との、まあ捨てがたい縁なのかもしれないけど、うん、捨てる、もう完結したんだって、思いは遂げたんだって、もうこれ以上はない、これ以上はもう本当互いが互い、互いの精神性、霊性まで物質化するしかない、もうそれ以上ない。だからやっぱり潮目なんだよ、このカード取りなさいってね、うん、高次元のメッセージが来ます。可愛いカード来たね、虫神様。まあ変容とかって捉えたいよね、変化ないし、うん、魂の、うん、配達に、その魂を運ぶ、霊性を運ぶとかっていう意味もあるのかな。その霊的な部分を上昇させる、そのレスキューする、運ぶ、伝達する、うん、ちょっとなんか新たな怪しさと相まって、少しなんかこうなんていうの、妖艶な感じがするけど、ただうん、やっぱ抜けなさいってことじゃないかな。ちょっとうん、地上の快楽に染まりすぎてしまって、毒気を帯びすぎてしまってるから、自分のそのそうだな、魂をやっぱり救いなさいだね。霊的次元までその肉感的な魂っていうのを一度羽ばたかせなさいと、でその時ですよっていうことかな。こう前生の無念、その無念を原動力としたさまざまな思い、まあ妄想と言っていいかもしれないね。なんかそれともリンクする、うん、感じがする。もう思いは解けたでしょうって、十分その自分の中の無念を晴らしたでしょうっていうなんかねメッセージが来るよ。お相手さんもレスキューできるといいけどね、多分お相手さんと一緒に行こうとすると、あなたがお相手さんに引きずり込まれるだろうね。あなたの方が余力はあるだろうけれども、うん、お相手さんのその世界の中でも多分やりきるだけの力があるから、やっぱり別れた方がいいかもしれないね。だからこのデスっていうのがさ、まあ二人でいると本当にまあ来世ないんじゃない、ひょっとしたらもう今生で、うん、もう、ま、よく言えば満喫する、この地上を満喫する、
まあ、霊魂がその高みに羽ばたくことができなくなって、まあ、物質レベルまで落ちると。その苦境をお相手さんはもう苦境とは思ってないから、うん、あなたはあなたの魂を美しい形で美しい場所に羽ばたかせるべきじゃないかな。その可能性をあなた持ってるよと。メッセージが来ます。うん、虫神様パタパタ言ってる。パタ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 、そんなメッセージが来ますね。殺伐としてるんだよね。一番大きなトライアングルが全部ソードで、あなたは意外にもう今気持ちに切りついてるかもしれないね。結構強い意志を持って動き始めてるかもしれない。ただ殺伐としてる中でお相手さんが、なんだろうな、愛の価値を見誤ってたっていうことでちょっと放心状態になってるかもしれないね。俺は夢を見てたのだろうか。夢見がちなエーテル体に包まれた花のような無有描写のような意識になってるかもしれないね。競争社会で勝ち負けだけを価値としてね、生きてきた。そのことにちょっと夢中になりすぎた。ひょっとすれば人を見下すことでしか自分の価値を見出すことができなかったから、競争社会で競争するしかなかった。本当に盲信してたんだろうね。だけどその盲信が解け始めてるんじゃないかな。あなたを失うことで、あなたがちょっと強くなってんだよね。あなたの意志がトゥーオブソーズがね、こうてっぺんに来てんだけど、どうだろう、完全に切れたわけじゃないか、もしくは二枚舌でうまく関係性を取り持ってるかとか、何かそんな殺伐とした緊張感をすごく感じるんだよね。あなたに対する愛もこの方はひょっとすればトロフィーのように感じてたんじゃない。あなたを一つの価値として、自分が勝ち取った価値としてね。だからあなたという価値が剥奪されることはこの方にとっては生死に関わるぐらいのね、問題なんじゃないかな。力を失ってしまう。愛とはそもそもそういうもんじゃないんだけど、この方はずっとそう思ってきたんだよね。あなたはこの方に何度も訴えたんじゃない、今まで。
男と女ってそういうもんじゃないでしょ、愛ってそういうもんじゃないでしょって訴え続けたんじゃない。だけどさ、そんな訴えもこの方に全く届かない。もう夢を見てる植物人間なんだよ。植物人間ってちょっときついなネーミング、その語感がちょっと変だけど、植物的な人間だから人間的な言葉が届かない。あなたの持ってる人としての想念、そのエネルギーもこの方の、植物的な夢に吸収されてっちゃうんじゃないかな。だからこんな人とバランスを取らなきゃいけないから、こんななんか殺伐とした雰囲気、こうムードを持ってるんだろうね。もうだけどジャッジメントでもう結論出さなきゃいけない状態なんだよな。まあだけどあなたをね、話す前とやっぱり見てらっしゃる。まあいわばこの方はもう今が苦境じゃないかな、今苦難の時。まあね、この方のねメモリーズ、思い出の中で、まあ、妄想と言ってもいいのかもしれないね。現在進行形っていうことで言えば、実際のあなたとの関係性の中にある愛とはちょっと別の次元の愛に、トロフィーとしてのあなたを見てんじゃないかな。あなたの価値、この方が奪い取った戦利品としてのあなたを見てる。で、その妄想というメモリーズの中で、この方は今もさ、あなたに愛されてると思ってんだよ。一番輝いてるこの方がね、そこにいる。おい、俺はここにいるよって。あなたに呼びかけてるよ。まあ、この方との関係性というのがあなたにとってとても大きなショックだったんじゃないかな、やっぱり。だからこの方の存在っていうのがカルマとしてあなたに受肉してる。あなたの重要なパート、心にね、しっかりとカルマとして根付いてるよって、なんかそんなメッセージも来るね。だからなんかバランス取り持ってるんじゃない？もう明らかにおかしいのに、まあ、二枚舌を使うようにっていうのかな。なんかギリギリのとこでエッジの先端でバランス取りながら重ね重ねバランス取るような、これは地球か、まあ、月か分かんないけど、なんか、この一番下にある同じサイトもなんかね、こう共振してるんだよ。あなたが持つ二面性みたいな、あなたがこの方を惑わしてこの方を植物的な人間にしてしまったんじゃないの、ふわーっと夢見がちな。フラワーチルドレンじゃなくてフラワーアダルトチルドレンしちゃったんじゃない。まあ本来はもうこっちだよね、移動する時だろうね。
を、このトゥー・オブ・ソーズがますますなんか殺伐とした、力をね発揮してますね。水神様もなんかすぐメッセージ来たけど、あなたの心臓に受肉したこの方のカルマを洗い流せと、循環させると、滞りを流せっていうメッセージが来ますね。なんかあなたの中でこだわってるかもしれないね、この方に。かわいそうになっちゃってるのかな、なんか。あなたにロマンス見ちゃってさ、ポワーっとしちゃってるこの方になんか、シンパシー感じちゃってるのかな。だけどダメだって言ってるよ、水神様。あなたにとって良くないって。そうね。ちゃんとその機運の流れを見て、やっぱり潮目をちゃんと見てね。やっぱり移動しなさいと。この流れ。潮目っつうのかな。ちゃんと読んで、やっぱり移動しなきゃダメだよって。メッセージ強くるね。いいじゃない。この方は勝手にあなたに夢見てんだから。あなたに、ねえ、こう、物質的な価値を見てるって。あなたのことね、本当に優勝カップとかさ、もしくは、工芸品なんて思ってんだよ。ねえ、高価な花瓶とかさ。なんかそんな風に思ってんだよ。なんかいいじゃない、そうやって思わせとけば。勝手にこう価値を見てるって。今聞こえたようだけど、いや、その夢を私が見させてんのよって。私が、エネジーを放ってね、私がこの、結界をね、張って、この方をね、閉じ込めてんだよって。ダメだよ。ダメです。ね、水神様、ね、このカルマ洗い流しなさいとおっしゃってるんで、洗い流してくださいね。ね、ダンスは長く踊りすぎちゃダメ。ね、何事にも節操を持ちましょう。いいですね。